ほー、事件です。インターネットレディオグッドエアドコン、熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村、ワン、ツー、スリー、ゴー。こんにちは、どうも中村健太郎です。インターネットラジオグッドエアをお届けしております。こちら熊本県八代市でやってるんですけれども、あの大事件が起こりました。もうちょっと喜びを止めることができません。なんとですね、吉野家がこの熊本県八代市についに上陸することになりました。おめでとうございます。いや、なんだろう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやー、ついに吉野家がですね、熊本県八代市にやってくるということが決定したようでございます。噂によると、あの3期があったところの後、ラーメン屋さんのね、3期があったところの後に2月の17日にオープンをするそうでございます。もう今ね、八代市はね、この話題で持ちきり、2月の17日待ちきれないという思いでありますが、まあそんなわけで2月の17日吉野家がオープンするということで、今のうちにね、松屋でね、ちょっとね、なんだろうこの吉野家が食いてと思ってた僕からしたら、もう最高のニュースでございます。皆さん、2月の17日朝10時からのオープンだそうです。ぜひ皆さんお出かけになってみてはどうでしょう。Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに、九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。